もやもや探検。はい。では今日は、もやもや探検スクールのまゆみさんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、まゆみさんは、スクールに参加する前、どんなことにもやもやしていましたか？具体的に教えてください。一番もやもやしていたのが、とにかく、その時、会社勤め自体にもやもやをしていて、で、もう雇われを、もう卒業したいって、すごく思っていた時期だったんですね。で、雇われを卒業して、雇われじゃない仕事で、をしていきたいっていうのをずっと思ってたんですけど、でも、なんか自分に何ができるのか、とか、あとは何がしたいのかっていうのが、なんかわからなくて、で、人と比べてしまって焦っていたりして、で、それでもう、こうなんか、ジタンダ踏んでるような状態で、で、それでもうずっと、もやもや、出ました。なるほど。時短だ踏んできたんですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、そのモヤモヤを解消するために、モヤモヤ探検スクールに参加しようと思った、決めた理由っていうのは何ですか？他との違いとかもあれば、ぜひ教えてください。他のスクールとかもいろいろあったので、それも見たり、あとちょっと参加したりとかもしていたんですけれど、他と違うところは、やっぱり、ルンさん、もやもや探検は、こう、一緒に、こう、もやもや探検をして、一緒に伴走してくれるような、イメージっていうかがあって、で、その時々で、その、マイマイ探検を一緒にしてくれて、なんか自分の中では、こう、ライブ感があったと言いますか。他のところは、結構プログラムがあって、それを、まあ自分でちょっとやってみてね、とか、そういったものが多くて、まあ、そうですね。なので、そこが、こう、一人でやると、どうしても、こう、やっぱり今日はできないとか、なんか結構、やっぱり、板につくまでというかが、なかなかできなく、自分で、こう、やっぱり自分一人でやるっていうのは難しいんだな、っていうのは思っていたので、で、そこが大きな違いでした。ありがとうございます。じゃあ、まゆみさんはスクールに参加する前ってどんな人生を送っていましたか？スクールに入る前は、そうですね。スクールに入る前は、まあ、普通にというか、まあ、好きな仕事はつけていて、で、まあそこで、そこで、なんかそこの中で、こう、やっぱりその、評価をされるような中で、自分が、まあ好きなことで、どうやって成果を出せるかなとか、そういった感じで、やっぱりこうなんか、こう、評価ありきの、そこの中で、仕事をするというような、生活で、なので、まあ、私生活、仕事以外においても、多分、こう、自然に、無意識に、なんかこう、人の評価じゃないけれども、そういった人の気持ちとかを、おそらく気にするというか、なんかそういった感じで生きてきてたのかなって、自分では思います。ありがとうございます。じゃあ、
スクールに参加して、もやもや探検コーチと一緒にもやもや探検をし始めた最初の感想ってどんなだったか、ぜひ教えてください。最初の、本当に一番初めは、本当にすごく、シンプルなんだなって思いました。で、まあ、あれこれ、やっぱり頭の中でいろいろ考えたりして、もやもやしてたんですけど、本当に、もう今どうしたいの？ってことで、じゃあそれをするには何か問題があるの？じゃあ、ないって言ったら、じゃあ、もうそこで、じゃあ、心の声聞いて行動すればいいよねっていう、本当にただシンプルで、驚きました、正直。驚いた。そっか。ありがとうございます。じゃあ、まあ、スクールでもやもや探検コーチと一緒に、まあ、もやもや探検を何回か一緒にしていくうちに、まゆみさんの中でどういう変化があったか、ぜひ教えてください。一番の変化は、やっぱり、だんだん、自分に、今どうしたいとかっていうのが、聞けるようになったってことなので、もやもや探検が自分でできるようになってきたっていうことで、で、それによって、自分の気持ちを最優先できるようになったっていうのが一番大きいことでしただったんですけど、なんかまあ、家の家事とか、あと仕事でも、今までは、なんかこう、しなきゃいけないっていう気持ちで、どうしてもその考えでやっていたっていうのが、もし、まあ、やるんだったら、もやもや探検して、その時にこう、しなきゃいけないで、どうしてもこう、もやもやってくるんですけど、で、その時にもやもや探検をして、あ、でも、今自分がこれはやりたいからやるっていう、何かやるにしても、自分がどうしたいの？じゃあ自分がやりたいからやるんだよね。じゃあやろうっていうことで、だからそこに向かう気持ちがすごく楽になって、なんかこう、同じやるにしても楽しくやれるようになりました。それが一番大きかったかなって思います。よかったです。さっき言ってくれてた、その人の評価を気にしてたっていう、その辺とかはどうですか、変化は。ああ、そこは、そうですね。なので、そこも、あまり気にならなくなってきたっていうのはあります。やっぱり、人に評価を気にして、もやもや点検をし、そこの部分もして、そうしたら、なんか自分の中で、人の評価を気にして、仕事とかを、自分はしたくなかった、本当は。っていうところに気づいて、そうですね。だからそこも、もやもや探検で解消できた部分でもあります。あと、なんかあれですよね、まゆみさん、やりたいことを見つけたんですよね、働き方の部分で。その辺もしよかったらシェアしてもらってもいいですか？その部分は、そうですね。このもやもや探検を始めて、4ヶ月だったんですけど、ちょうど3ヶ月目ぐらいの時に、それでもやもや探検をしていて、で、もやもや探検の時に、こうなんか、自分がもともと好きとか、何か得意なこととか、もともとできることとかで、なんかこう、それを仕事とか、何かこれからのこともしていくといいと思うってことは、話していたの、なんか話されていたので、ルンさんたちが。なので、それをずっともやもや探
験をしていて、うん。で、それで、そこが、パッと3ヶ月目に浮かんだのが、なんかこう、自分の、その、まあ、好きなことっていうのも、本当にやっぱり普段、普通に好きってただ思ってることだから、これが特に何かってことになるのかなっていうのは、全然思ってなかったんですけど、いろんなじゃあ本当に好きなものって私なんだろうっていうのと、あとは自分の元々の、性格の部分で、なんかちょっと自分には少し感受性が高かったりとか、あとは少し、こう、繊細な部分っていうのがあって、で、それが、ちょっと、こう、自分では、マイナス面で、生きにくいのかなってずっと思ってたんですけど、でも、それが、自分のもしかしたら、逆に、才能なのかもって気づいて はい。で、それと、好きなことを掛け合わせて、それで、ちょっと自分の中、頭の中で掛け合わせてみたら、パッて、こう、やりたいこと、つながる部分が見つかって、それで、あ、じゃあそれをちょっとやってみようって、そういった感じで、なんか、すごい自分の中では、大発見でした。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、まゆみさんにとって、もやもや探検スクールの好きなポイントを教えてください。もやもや探検の好きなポイントは、やっぱり先ほども話したんですけれども、やっぱり一緒にその時に、こう一緒にもやもや探検をして、こう、もうなんかこう、上からこうリードっていうわけでもなく、下から押し上げていく。とかっていうのでもなく、なんか常になんかこう横に並んで一緒にもやもや探検をしてくれるっていう、私にはそういう感覚があって、で、それがやっぱり毎回すごく嬉しかったですし、あとはそうですね、私がこう投げかけた、そういったこうもやもやしてることだったりに、こう本当に一回、その、で、顔がこう、私のこの問いに対して考えてくれる時の 顔がすごい一回真剣になって、ちょっと次何するんだろうってドキドキとかはいつもしてたんですけど、でも、海さんとかが それで、なんですけど、その時に、次帰ってくる言葉が、やっぱり、ものすごく、こう、私の中では、まとわれてると言いますか、響いてきて、で、自分では、そこがちょっと思いつかないような、方向から、それが投げかけられる。で、それによって、自分も、いろんなことに気づける。で、もやもやが、晴れ、うん、なんか、もやもやが晴れてくるっていう、その過程がやっぱりすごく私は好きでした。嬉しい。海ちゃんに見てもらおう、これね。ありがとうございます。じゃあ、もし、まゆみさんがもやもや探検コーチングを受けてなかったとしたら、今頃どんな人生が想像できますか？おそらく、まあ、いつも、こう、頭の中で、ぐるぐる、いろんなことを考えてはいるけれども、考え続けて、多分、答えが出せない状態の思考が、まあ、私のモヤモヤ探検を受ける前の状態だったんですけど、こう、ずっと同じように、頭の中でぐるぐる、ていたかなって
思います。うん。うん。で、自分を、おそらく、ああ、なんか、こんなにが考えてるけど答えが出ない、なんかこう、やっぱり、こう、人、周りを見て、ああ、なんか、あの人は、好きな仕事で、やっていて、なんかこう、自分一人でやってていいな、とか、なんかそういった、羨ましい気持ちだったり、でばっかりですごい焦ってたんじゃないかなって思います。なるほど。はい。ありがとうございます。じゃあ、最後に、まあ、もやもや探検スクールに参加したいけど、もやもやしている方に、まゆみさんからスクールのおすすめのメッセージをぜひお願いします。もやもや探検は、本当に、こう、一見、とってもシンプル。まあ、もやもやしたら、心の声を聞いて、行動一致するっていう、言葉にすると、すごくシンプルで、簡単そうに見えるんですけど。でも、それが、やっぱり、こう自分のものになるというか、それになるまでは、やっぱり意外と、私も時間がかかったんですね。で、で、これ一緒にやってても、ルンさんとかオミさんと一緒にやっていても、やっぱり、それだけ時間がかかったっていうことなので、かかったなって思うので、やっぱりこう、今まで、もう、変わりたいってずっと思っていて、でも、いつも同じことを私のように頭の中でぐるぐる考えてしまう。で、そんな自分に落ち込む。みたいな。そういう方が、もしいたら、ぜひ、一緒に、もやもや探検をして、ちょっとなんかこう、本当の自分はどうしたいっていうのを聞いて、自分を本当に大切に、してもらえたらいいなって、やりたいことを思いっきりやれるような、そういった人生が、きっと待ってると思うので、ちょっと一度、一歩踏み出してみたらって思います。ありがとうございます。最後って言ったけど、もう一個聞いてもいいですか？はい。その、まゆみさんが、その、まあ、もやもや探検できるまで時間がかかったって今話してくれましたけど、その、時間がかかったっていうのは、どのぐらいの期間っていうのか、ぜひシェアしてもらえば、あ、私もやもや探検できるようになったな、心の声聞けるようになったって、思った瞬間っていうか、どのぐらい、スクール参加してからどのぐらいの期間で、そういう感覚が来たか覚えてます？そこは、やっぱり、自分の、これでやっていけるかもっていうのが、パッと思いついたとこなので、3ヶ月目に入ったぐらいかな3ヶ月ぐら自いって分ことですね。の中では自分で、そうですね、そこから急に、なんかこう、もやもや探検しようって思わなくても、自然に多分、もう、思考が、自分の頭の中が、それになってきてるんだなって意識しなくても気づいたので、私は3ヶ月目入ったぐらいですした。ごい。はい。やっぱりスクール4ヶ月あってよかったです そうですね。本当、最初は4ヶ月短いなって思っていて、何も変わらなかったらどうしようって言ったら、ルンさんが、絶対変わりますよって。おっしゃってたので、パッと本当に、来たって感じでした。3ヶ月目に。ああ、よかった。パチパチ。ははい。ありがとうございます。じゃあ、これでインタビューを終わりたいと思います。い。ありがとうございましはい。あた。りがとうございました。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに100%人生を遊び尽くせるのか、
時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。